はい、ガレージ友吉です。今日はね、箱庭シリーズの農家のジオラマですね、作ってる途中なんですけど、昨日よりはね、ちょっと進みました。はい。で、ちょっとね、まだ何本かこれ畑っていうか、田んぼのとこに、まあ言うたらね、これですね、藁、この藁を、小さく切ってここにね、何本か束にしてくっつけたりとかで、ちょっともったいないんですけど、このハケですね、100均のハケを、まあこのぐらいの長さですねに切って、また束にして、ここら辺とかねつけていってる途中なんですけど、まだまだね、ところどころそのやつを植えます。はい。で、このね、まあ水たまりみたいなとこをこういう青色ですね、まあこれはこれとかこのこれ池なんですけど、その色はね、一番最初にミディアムブルーですね、このタミヤのミディアムブルーをこの下に塗りました。はい。で、乾いたかなって言うたぐらいに、100均でね、このマニキュアのこういうやつですねのキラキラのね、ラメが入った青色のやつですねをここに塗りました。はい。で、このね、まあこれとかでこっちですねの、まあこれは、ポンプ代わりにしてます。で、こっちはね、まあこっちっていうか、まあここでは、まあプラモデルでは、切れてますけど、山がある状態で水をこっちにね、入れてる状態にしてます。はい。でこっちの機械は田んぼに水を入れてるような感じにするように、まあはい、想像ですね、想像で、つけました。はい。で、ここもね、まあ機械ついてます。でこっちはこの これですね、からまあこっちに行く川、池に行くやつですね。はい。まあこんな感じに、作ってます。で、まあ、ちょうど真ん中ぐらいかなって思うんですけど、この、重ねた石ですね。はい。で、こっ
ちから見たらわかるかなと思うんですけど、この上からね、池に、まあ、巡回っていうかね、してる水が流れてるような感じで、色をつけました。はい、こんな感じに流れてるような感じですね。はい、でこの池にね、錦鯉と普通の黒い鯉ですね。で、緑亀みたいな亀をつけました。これは石の上に、亀が乗っかって、甲羅干しみたいな感じにしてる状態ですね。はい。この、まあ、錦鯉とか、この亀とか、ね、黒い鯉は、まあ、この石みたいな感じのに見えるやつもですけど、いらないね、ランナーを切って、で、色をつけたりとかして、そこに、まあ、ここにね、置いてる感じです。はい。で、この第八車の上に、薪が二束ですね、積んでる状態です。まあ、このくくってる紐もそこら辺にあった細い紐ですね。はい。で、まだこれ家はボンドではくっつけてないんですけど、まあ重ねてるだけなんですけどね。イメージ的にはこんな感じになります。はい。かまども見えてるし、薪もね、置いてるとこも火ついてるとこも見えますね。はい。まあね、今日はこのぐらいなんですけど、池はね、もうこの感じでいいと思うんですけど、あと田んぼのとこですね。と、この道とかあぜ道ですね。それには、まあ、他の、携帯で調べて他の人が作ってたような感じなんですけど、まあ、この色みたいな感じの茶色を下地に塗ってから、この青いっていうか緑の粉ですね、をここにパラパラっとまんべんなく巻いてってするような感じに作ってました。で、まあ僕もね、そういう感じにしたいかなって思うんですけど、ちょっとね、僕は僕なりにアレンジしてみたいと思います。こういうね、池とかもこの田んぼとかもね、僕がちょっとアレンジした感じになってます。はい、まあね、屋根もねこんな感じに。上の、まあ、やつですね、乗せました。はい、まあちょこちょことね、また、やっていきたいと思うんで、またね、明日もこの作ってる動画ですね、配信しますので、見てください。はい、それではね、今日はこの辺りで終わらせてもらいます。はい、お疲れ様でした。ガレージ友吉でした。バイバーイ。